ございます。ゼブラスチャンネルのあるちゃんです。今日は4月の23。ちょっとね、久しぶりにあのこのなんていうのスポブラだけなんですけど、 T シャツ着ずにちょっとお腹がほんまに出てて、マジで見苦しいんですけど、あのなんか特にこのレギンスちょっとこうサポート力ないから、あのちょっともうブヨブヨしてますけど、すいません、ちょっと見苦しくてね。まあでもこういうとこ見せるのもダイエット Vlog だしとか思って、ちょっと今日も頑張っていきたいと思います。よし、何しようかな今日は。
と合ってる？
しんどい。はい、というわけで今日は、何をしたんやろあれは
有酸素運動ですね、30分ぐらいの有酸素運動をしました。私途中なんていうの、何かした後に歩いてってやってるんですけど、歩いてるのはほんまは休んでる時間で大丈夫なんで、私はちょっと自分に負荷かけようと思って歩いてただけなんですけど、あそこの歩いてる部分は休憩してもらって大丈夫です。はあ、で今ね、今日見てた人なんですけど、あんまりこう激しい運動みたいな感じではないんですよ。なんていうの、こう筋肉をつけるための運動っていうのはあんまりしてる人ではなくて、今みたいなこう基本的に立って何かできる、ちょっと腰とかにも優しい人なんですけど、またリンク貼っとくんでよかったら見てみてください。なんかずっとねニコニコしながらやってはるから偉いなと思います。私マスクねしてることをいいことにも絶対険しい顔してるんで、ずっとニコニコしながらこうやってやってはるってほんまにすごいなって。フィットネス系のこう発信してはる人ってすごいですよね、しんどいのに。まあ編集できるから、ね、こうカットワンカットワンカット取って休んでってしてはるかもしれへんけど、それでもあの体力すごいわって思うわ。はい、というわけで今日はここまでしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは。